よ、ドラゴン桜の桜木だ。今日は西岡くんと YouTube の人気講師ハイチさんに来てもらったぞ。ハイチさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。西岡くんがいつもの可愛らしい感じじゃなく、はいはい、凛々しい青年として来てくれたな。はい、本物でございます。西岡一世、本物でございます。こんな顔しております。あのままでしょ。ハイチさんは、はい、なんで YouTube 上で授業をやろうと思ったんですか。もともと塾講師をやってたんですけど、はい、その時に所得格差によって塾に通えないご家庭を、まあ、結構目にしたり耳にしたりって機会が多かったんですね。所得格差があるのはまあ仕方ないことなんですけど、うん、でも子供がこの子はこの塾選べます、この子はこの塾選べませんっていうのがどうしても納得がいかなくって、うん、あ、お金によってそういうのが左右されちゃう。そうですね、完全な均等って絶対できないと思ってるんですけど、うん、そうですね、でも何かできないかなと思ってたまたま YouTube に目がいって、はいはいはい、で思いついた翌日に動画投稿を始めて、そんなにすぐ始めたんですか。すごい、翌日始めたんです。多動力です。そうですね。一生のためになる勉強法、はい、ハイチさんの出した本の中でも、ありがとうございます。亀のように、はい、コツコツとやることが重要だってこと言ってるじゃないですか。それをまさに自分でやってたんです。うん、自分忍耐力がないのを自覚してるんですよ。どういうんですか、忍耐力があるように思うんですか。忍耐力がないんですか。ないんですよ。もともとすごい飽きっぽいですし、熱しやすく冷めやすいっていうのも自分の親にすごい心配されるぐらいにそういう子供だったんですよね。一家坊主だったわけですね。まさしくその通りだったんですけど、教育に関しては、まあ、ある程度腹をくくって始めたのもあって、はいはい、一応27歳で始めたんですよ。はいはい、で30歳になるまでに芽が出なかったらやめるって期限付きで決めて始めてて、3年間で、そうです、はいはいはい、それまでは絶対何があっても続けるって決めてたんですね。なるほど。それが結果的に亀みたいだったっていうことになったんですけど、はいはいはい、まあ、そこはちょっと強い意志があったんで続けられたんですけど。勉強もどういうふうにするとそんな風に継続できるのか、はい、自分のためだよ、あなたのためだよって親とか先生に言われても、はい、自分のためって言われても自分じゃ自分のためになってると思えないみたいな。そうですね、それ結構難しいところあるじゃないですか。継続できないというか、うん、勉強が続かないっていうふうに思ってらっしゃる学生の方、うん、結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方にはどういうアドバイスされるんですか。そうですね、結局じゃあやる気が出ませんとかってアドバイスは多分同じだと思うんですけど、うん、ちょっと冷たい言い方をしたら、はい、自分やる気スイッチなんてこの世に存在しないと思っていて、なるほど、なるほど。で結局スイッチを押せるのはあるとしても自分しかないと思うんですよね。わかります、誰かに他人に押してもらえるわけじゃないですよね。ないと思ってるんですよ、うん、ただ例えば自分の立場だったら YouTube に動画投稿をしてて、まあ、顔出してこうやって喋ることもあるので、はいはいはい、じゃあこの先生だったら頑張ろうかなって思うのって結構学生にとってあると思うんですね。なるほど、なるほど。でそれは自分がもともと勉強大嫌いだったんですけど、ほいほい、高校の時にある恩師がいて一人だけ、はい、でその先生のおかげで勉強ある程度好きになったし、まず教師を目指そうと思ったのもその先生がいたから、はい、あ、そうなんですか。だったんですよ。へー。だから先生によってここまで変わるんであれば、ハイチっていう人間が授業をすることで、じゃあこの人の動画だったら勉強頑張ってみようかなって思ってもらえると、今そういうコンテンツが出せたらいいなと思って、多分自分ができるのはそこなんですよね。自分が始めた頃って有名な、大学の過去問だったりとか、うん、小学生は旅人山だったりとか、はい、聞きのあるキーワードの動画結構あったんですけど、うん、はい、それだけだとじゃあ勉強で例えばここでつまずく子もいればこっちでつまずく子もいるってつまずきは違うじゃないですか。はいはい、そうですね。それじゃ意味がないなと思って、じゃあ教科書一冊まるまる動画にしたろって思ったんですよ、ね。うん、ああ、なるほど、網羅的に。全部網羅的。全部的。中学2年生の数学のシリーズが例えば80本ぐらいあるんですけど、それを1から80まで連番で見てもらえれば、おそらく教科書一冊の勉強はほぼ完璧にこなせる。ほぼ完璧になる。抜けはないので。もうじゃあ学校の授業の通年の授業みたいなもんですね。そうですそうです。なるほど。実際子どもたちが学校でつまずいた時に絶対それをサポートできるような。はいはいはい、もうにはしたいなと思ってやってきました。学校の授業だったらもう一回見ることできないけど、 YouTube だったら何度でも見れるし、いつでも見れるしみたいな。そうですね。いい授業を受けられる以上のメリットっていうのが結構あるような気がしていて。おお、それはなんだ。同じ大学を目指す友達っていうのを作れる場として、その塾とか予備校っていうのを使うっていうのが非常にいいなっていうふうに思ってて、で一浪して予備校に通うまで、うん、東大志望の友達が一人もいなかったんです。
西岡君の学校ってあんまり東大目指すような学校じゃないんだな。ないんですよ。それが予備校に行って隣の席のやつとかはみんな東大志望みたいな空間に行くことができたっていうのは非常に僕にとって刺激が大きくて、どういうふうに授業を使うかとか YouTube 使うかっていうのは本当にその人次第だと思うんですよ。ぶっちゃけた話、予備校行って塾行ってその全然友達も作らないで、でも受かる人間落ちる人間いっぱいいると思うんですけど、問題なのはもうどういう道を通るかじゃなくて、どう何だろう、何を目標にしてどう使っていくかってことだと思ってて、だから結局自分は無料なので、はいはいはい、誰でもその触ることができるコンテンツなんですね、はいはいはい、だからといってじゃあ全員に使ってほしいかってそんなことはなくて、はいはいはい、有効だなと思ったら使えばいいし、はい、0円だから売れなかったら切り捨てればいいだけだと思うんですよね、はいはいはい、予備校とかだとお金がかかるので、 ある程度こう腹をくくっていくことも必要になってくるんですけど、そうですよね。例えば定期テストで自分の動画を使って対策を打とうとしたときに、基本的に自分は反復練習が人には絶対必要だと思っていて、反復練習、そうです、例えば英単語の暗記も1回読んだだけで全部暗記できないじゃないですか。できないですね。それを何回も繰り返す、はいはい、問題も同じだと思っていて、動画も同じだと思うんですよね。で YouTube って、まあ、スライドすれば好きなところまで飛ばせるし戻すこともできるし、反復練習にはすごく適してるツールだと思っているので、まず計画を立てるときに、じゃあテスト範囲がこの5本分ですと、じゃあこの、はい、5本を暗記するためにどこで反復するのか、何日に何回繰り返すのかって、そこまでをちゃんとしっかり立った方がいいと個人的には思ってる。なるほど、ね、なんか5本だったら5本見ればいいやっていうふうに思いがちですけど、はい、ちゃんと反復のところまで含めて計画に入れ込むと。そうですね、1本見てできた気になりやすいんですよ動画。なるほど、そこをちゃんと反復するっていうところと、計画を立てるとき自分よく言うんですけど、はい、多く見積もらないっていう、あ、はい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 、今日5本できそうからできないんですよ基本的に。なのでちょっと少なめに設定して、この3本5本やろうと思ってたんだけど3本に減らして、3本は絶対今日暗記するぞみたいな、高めの目標設定するんじゃなくてってことですね。必ず突破できるとか達成できる目標設定でやった方がこう崩れないというか、計画とは思ってます。問題だと思うのは、学校の授業っていうのは全部一直線にずっと進んでいく、はいはいはい、ほとんど戻ることがなくて、反復が自主性に任されてるんです。そうですね、はいはい、うん、しかし勉強とは反復が全てだ。ほうほう、その反復を自分が作った計画の中でどれだけ入れておくか、それがすごく重要だ。だからハイチさんの動画っていうものをどうやって3回見るのか5回見るのか、うまく解けてなかったところはもう1回それでも見る、そういうふうな工夫をしていく、そういうことによってかなりしっかりと勉強できるんじゃないかと思う。